ございます。今顔を洗って、朝ごはんを食べたところです。今日は LINE ライブで特別賞をいただいたバンズの重さのストリート掲載の PR モデルをやります。イエーイ！ということで今日は人生4回目ぐらいのカラコン、さやちゃんプロデュースのメルシェの一番ナチュラルなカラー、これ箱でいただきました。ありがとうございます。つけていきます。これがどう変わるか、これは大丈夫なのか、これ大丈夫なのか、これ大丈夫、あ、これピンつけたまま寝たのか、やば、いつものこと、やば、違和感しか、なんでだろう、あ、黒髪だからか、黒髪だから目だけ茶色で違和感があるの。あと1時間しかない、待て、黒髪のせいだよ。ドンキでこの前買ったチューズミーです、ゆうこしちゃんの。おー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 、ナチュラルナチュラル、あ、ナチュラル、おお、あ、これいいじゃない、こっちつけた方ナチュラルだけどでかくなる、すごい、おー、これはテンション上がる。下地はママのポーランド城プロテクティングファンデーションプライム、セブンティーンの時に学んだんですけど、めちゃくちゃ伸びがいいので出しすぎない方がいい。マジでこれいい匂い、あ、日焼け止め塗ってない、え、これ日焼け止め入ってる、あ、入ってるじゃん、おー、すげ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 ー。おでこにオイルコントロールパクトを塗ります。これめっちゃいいです。ママのシュウエムラライトアンバー、これすごい綺麗になります。セブンティーンの時もこれ使ってったんだけど、メイクさんが、あー、それ私も使ってる、いいよねって言ってた。私いいよねって言われても、その日初めて使ってるか分かんないんだけど、あ、でも確かにその日ね、全然崩れなかった。あ、やばいな、赤いな、ニキビが赤いぞ。今日クール系メイクだからさ、それコンシーラーですね。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。エチュードハウスビッグカバーコンシーラーのグリーンとピンクを使います。グリーンはニキビ多いて、バレすぎ、 3,4 ヶ月ずっと綺麗だったのに久しぶりに荒れてる、やばいって。あと45分です、家出るまで。カビた女みたいになっちゃう、カビた女つらっ。このピンクの方はクマと鼻の色と口周り、目の周りにオイルブロックやります。インラインはブラックでやって、オレンジのアイシャドウを手探りで塗っていきます。手探りで見つけて、あと40分で出ますよ。はい、茶色はこれを作っていきます。マジわからん、マジわからん、ちょ、リップ先塗る、リップ先塗る、はい、ロムアンド、いつもロムアンドですね、私が作ってるな。あ、やばい、濃い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 、時間がありません、あと35分です。アン選手、間に合うんでしょうか。シェーディングトゥークールフォースクールのアートクラスバイロダンシェーディング、ちょ、おでこでかいからね、広いとかいう問題もうでかい。ノーズショー、ノーズショー、うるさい、マジうるさい。ハイライト、今日はチークはなしでいきます。鼻はちょっとあんま目立たせないように、ハイライト。ちなみにこれはママのやつです。はい、ママのシリーズ第3弾。いつもと結構雰囲気違うよね、オレンジだから。あとアイラインもちょっとね、いつもより角度変えました。前髪やったらだいぶ分かる、っていうかカラコンすごいわ、カラコンすごいわ。あ、今アップにして思い出してよかった、マスカラしてないです。危なマジ、マスカラだいぶ雰囲気変わるで。あ、爪なんもやってない、爪なんもやってない、爪なんもやってない、爪はいっか。やばい、眉マスカラした方がいいかな。セブンティーンの時にメイクさんがおすすめしてくれた眉マスカラ買いたかったんだけどさ、薬局になかった。はい、髪の毛あります。できました、行ってきます。
あいいです、すごい可愛いです。すごい、かわいい。バッチリです。なんかすごい楽しそうな雰囲気で撮れてるんで、いっぱい撮れてるんで大丈夫かと思います。この中からセレクトしますので、はい、ぜひよろしくお願いします。この他の動画も見てね。